ラドガの石造りの要塞は12世紀に建設され、その4世紀後に再建されている、スタラやラドガは、ノース人の佐賀では、アルデーギュボルグと呼ばれている、ロシア北西部の古代の町。現在は、ロシアレニングラード州のボルホフスキー地区にある、小さな村である。ラドガ湖の南、ボルホフ川を若干遡った位置にある。8世紀及び9世紀、この地には、 東ヨーロッパでも有数の豊かさを誇った交易拠点ラドガがあり、ノルマン人のルーシ族が支配者であった。現在のロシア人の起源の一つであるルーシの都であったことから、ラドガはロシア最初の都とも呼ばれる丘を越えて運ばれる船。水系から水系の間の最も距離の縮まる地点で、船や荷物を川から上げて低い分水嶺を越えて運び、 隣の川を下ろして、高校を続け、大陸を横断していった、年人年大学による、発掘品の調査から、ラドガの町の建設は753年頃と見られる。950年にはすでに東、ヨーロッパ有数の重要な交易都市となっていた。スタラやラドガの中心は、ボルホフ川にイエレナ川が合流するところに建てられた、古いクレムリである。かつては、 この場所が、ボルホフ川をこれより先には、遡れない、外洋船が停泊できる港として重要であった。バルト海から航行してきたバリアーグたちの船は、ネバ川などから、ラドガ湖を経て、ノブゴロドに着き、川伝いに南を目指し国海やコンスタンティノープルへ、あるいは、カスピ海へ至っていた。この交易路が、バリアーグからギリシアへの道と呼ばれる。 水陸交易路である。また、ラドガ湖から、他の川などを伝ってボルガ川水系に出て、川口付近のハザールの首都、イティルに至るボルガ交易路もあった。イティルからは、カスピ海を南下し、最終的には、バグダードへ至っていた。ヨーロッパで発見された中世アラブの高貨のうち、最古のものは、スタラやラドガで発掘されている。また、 スウェーデンで見つかったアラブのディルハム銀貨のうち90%から95%はラドガ経由のものと見られる。ラドガの住民はノース人のほかフィン人、スラブ人などが混在しており、みな違った名前でこの町を呼んでいた。フィン語の元々の地名ではアロデイコールヨキと呼ばれていたが、ノース語ではアルデイガへと変化し、さらに古東スラブ語ではラドガと変化した。 セーゲオルギー教会のフレスコが、1167年に描かれたモノノバや、ラドガ・コストロマの修道院から発見された、原初年代記のイパーチー写本によれば、バリアーグの伝説の王リューリクは862年に、ラドガに至りここを、自分の都と定めた。リューリクの後継者たちは、その後のベゴロドへ、さらにキエフへ移り、強大なキエフルーシの石を築いた。 ラドガの周囲には巨大なクルガンがいくつか現存するが、そのうち一つは、流陸の両母であるとされている。他に、流陸の後継者、オレグのものとされる、クルガンもある。ヘームスクリングラをはじめとする、ノース人の文献には、990年代後半に、ノルウェーのエイリー・ク・ハーコナルソンが、ラドガ港を襲いラドガの町に火をかけたことが記されている。 ラドガが次に、年代記に現れるのは1019年、スウェーデン王、オーロフの娘インギゲルド・オロフスドッテルが、ノブゴロドコをヤロスラフ一世と結婚した時で、その結婚の条件としてヤロスラフは、妻に、ラドガを譲り、妻は、父親のいとこのスウェーデン貴族ランバルドルフソーンを、その支配者に任じた。この話は、北欧側の佐賀でも確認されているほか、 ラドガの発掘品からもラドガが次第にバリアーグの街となっていったことが確認できる。少なくとも二人のスウェーデン王が青少年期をラドガで過ごしている。12世紀と13世紀の年代期では、ラドガは強大なノブゴロド公国の所有する公易のための死活的に重要な前哨地であったことがわかる。ノブゴロドは5つの塔といくつかの境界のある要塞を建てた。 この要塞は15世紀末から16世紀初めにかけて再建されているが、聖ゲオルギー教会と生信女修身教会は元の場所に当時の栄光に満ちた姿を残して立っている。特に聖ゲオルギー教会の内部には12世紀の素晴らしいフレスコの壁画が残っている。スタラやラドガの1250年祭に、 伝統的な衣装を着て集まる人々1703年、ピョートル大帝は、ラドガ湖岸により、近い位置に、新しい町であるノバヤラドガを建てた。古代の城塞と、町は、次第に衰退し、新しいラドガとの区別のため、古いラドガ、スターラやラドガと呼ばれるようになった。要塞内には、上記の二つの教会のほか、12世紀半ばの聖、クリメント教会の廃墟や、 17世紀に建設され、聖に古来に奉献された修道院などもある。ありがとうございます。